お茶がいっぱいの町にしたいよって牧之原市の市長さんにお話ししたそうです。そうしたらそれを聞いたマキティが牧之原市をこうお店や工場が元気な町にしたいよって市長さんに言ったんだって。そうしたら市長さんがね、ゆるキャラグランプに出てたくさんの票をもらった方が牧之原市の一日市長に任命しようとお話ししたんです。そこで2人はゆるキャラグランプリに出て戦うことになったそうです。でも2人は戦いたくないんだと思う。とはだって仲良しだからね。でもゆるキャラグランプリに出てたくさんね票をもらって牧之原市のためにいっぱいみんなに牧之原市を知ってもらいたいよって出るので、みんなも応援してあげてください。ね、これは辛いことだけども、投票が多い方に一日市長さんをやっていただこうと思っています。牧之原やみんなをね、楽しく幸せにするために頑張るぞって言ってます。チャーフィン、マギティ、どっちがいいかね。つらいつらい、でも戦う、涙のマークのやつで投票してもらいます。お願いします。応援よろしくね、頑張るぞって言ってます。ゆるキャラグランプリ目指して頑張るぞ。応援してやってください。お願いします。ありがとうございました。